開始前に衝撃的なニュースが発表された。When you are hopping one place, it is difficult to move. And obviously, I was hopping in four, especially at this part of the season. But I think there were also a lot of things to consider. And I think when you put everything one side and in the other side at the end, being very equal, I decided to move to Toyota. We will see. I hope it is the right decision. I have a very good offer.For the next three years, but especially for afterwards, and I think that was very important also. 第12戦サンレモラリー第1レグは10月13日サンレモ近郊の山岳路を使用するコースで、走行距離は 378.34 キロ、 SS は9カ所。 SS1 と2は観客がコース上にあふれたためキャンセル。 SS3 でトップタイムをマークしたのはルノーマキシメガーノに乗る地元ドライバーのアンドレ・ウッチ。しかし続く SS4 で急遽カローラワールドラリーカーをドライブすることになったロイクスがトップに浮上する。サンレモでは過去3勝を挙げているオリオール。しかしオリオールは SS4 でカローラ自慢のジョイスティックと呼ばれる電子制御のギアシフトを壊し、シフトチェンジに苦しみ8位と出遅れてしまう。第6戦ツールドコルス以来の出場となるイタリア人ドライバーのリアッティ。彼は SS5 で2位に浮上する。一方スバルのエースドライバーであるマクレは SS5 でパンク。20秒をロスし4位から9位へと後退してしまう。Right and five right plus and six left into right tight right and one left tightens. Zenkai, Indonesia, ではリタイアに終わったポイントリーダーのマキネンは今回上位完走を狙い、ロイクス、ビアッティといったターマックスペシャリストに続く3位につける。三菱のセカンドドライバーはターマック要員のニッテル。しかし彼のマシンは時折二輪駆動になるトラブルで序盤10位と大きく出遅れる。来シーズントヨタ移籍を発表したサインズにとってはこれがフォードで最後のターマックラリー。ドライバーズタイトルをお気に上げにしたいサインズはポイントランキングでトップを行くマキネンより上位で完走することが絶対条件。今年初のターマックラリー出場となるカンクネンはマシンに問題はないものの苦手なターマックとあって6、7番手と低迷する。93年にプライベーターながらこのサンレモで優勝を飾っているクニコ。しかし今回は序盤からギアボックスのトラブルに悩まされトップ10圏外に脱落してしまう。グループ A インプレッサに乗るナバーラは SS4 でタイヤがバースト。セアトイビーザキットカーに乗るゴメスは SS3 でパンク。さらに SS4 でもパンクに見舞われる。スペアタイヤを使い果たしたゴメスはそのまま走らねばならず、そのためサスペンションを壊しリタイアとなってしまう。ターマックでは抜群の速さを見せるロイクスは SS8 でもトップタイムをマークし首位をキープ。しかし雨の降り出した SS9 ではリアッティがトップタイムを叩き出しロイクスを逆転。第1レグを1位で終了する。It's a very good day. Only 2 seconds in front Freddy Loix, but it's a very good day for me. In the last stage it was a little bit raining. It was a little bit the first time for me to drive in the rain with this car andIt was not really interesting to go flat out. It was better to feel a little bit the reaction of the car and then we can see tomorrow. 第1レグを終了して1位はリアッティ、2位に2秒差でロイクス、3位にマキネン、サインツは4位。カンクネンとアギーニが同タイムの6位、マクレーは8位、SS3 でトップに立ったアンドレ・ウッチは9位。
10月14日。第2レグは今回から設けられた全く新しいルートで、走行距離は 647.23 キロ、 SS は8カ所。わずか2秒差ながら第1レグでトップに立ったリアッティ。しかしこの第2レグではブレーキの不調に悩まされ、前日のスピードは影を潜めてしまう。スタートしたロイクスはこの日最初の SS でミッショントラブルが発生し、30秒近くタイムをロス。さらに続く SS でもその症状は解決せず、7位まで後退してしまう。またチームメートのオリオルも最初の SS でステアリングのトラブルが発生。サービスで修理を行うが規定時間をオーバーし、30秒のペナルティを受け、5位から8位へと後退してしまう。上位陣の苦戦を尻目にこの日気を吐いたのはマクレン。彼は SS10 から5連続でトップタイムをマークし、第1レグの8位から一気に2位までポジションを上げる。初めて走るコースのため様子を見ながら走るというマキネンだが、序盤からサインツと激しい3位争いを繰り広げる。なんとかマキネンより上位でゴールしたいサインツは SS13 でマキネンのミスもあり3位に浮上する。しかし続く SS14 ではマキネンにかわされ再び4位に後退してしまう。第1レグに比べタイトコーナーが少なく、アップダウンもさほど厳しくない第2レグ。ターマックを苦手とするカンクネンもトップを行くリアッティと変わらぬタイムをマークしていく。グリフォーネのエースアギーニはこの日アンダーステアに悩まされ8位まで後退してしまう。ラリー開始早々いきなりトップに立ったアンドレ・ウッチだが、 SS13 でコースアウトしリタイアとなってしまう。前日のデフトラブルが解消したニッテルは肩遅れのマシンながら SS11、 さらに SS12 でマクレーに次ぐ2番手のタイムをマークする。しかし SS15 オーバースピードでコーナーに突入しスピン。Today we was very competitive. We go this today two times, the second time here with the last year car. And okay, I was driving on the limit, and I think this was a little bit over the limit. The problem was not the spin, but the problem was the starting to burning. Under the car was cross, and this starting to burning. But everything is okay now? Yes, I think. Except we lose the 5 minutes. 続く SS16、 またしてもオーバースピードでコーナーに突入したニッテルはコースアウト。これでリタイアとなってしまう。ワンツー体制となったスバル、トップは依然リアッティ。しかしこの日驚異的な追い上げを見せたマクレーは最終 SS でもトップタイムをマークする。マクレーの後ろには上位完走狙いのマキネン。その3秒後にはサインツがぴったりとつける。第2レグを終了して1位ディアッティ、2位には6秒差でマクレー、3位にマキネン、サインツは4位、6位にロイクス、7位にオリオール、アギーニはトップから1分32秒遅れの8位。10月15日第3レグは第1レグとほぼ同じコース、
走行距離は 362.92km、 SS は8カ所、うち1カ所がキャンセル。今季2勝目を目指すリアッティがスタート。しかしリアのサスペンションが合わずタイムが伸びない。マクレは SS18 で1秒、 SS20 で6秒リアッティを上回り、ついにトップに浮上する。3位完走を狙うマキネンはこの日最初の SS でサインズに抜かれ4位に後退してしまう。しかしマキネンはその後トップタイムを連発。最終 SS を前にマキネンとサインズは同タイムの3位という白熱した展開となる。そして最終 SS、 ここではマキネンがサインズより2秒早いトップタイムをマークする。第2レグで様々なトラブルに見舞われ、優勝争いから脱落してしまったロイクスはこの日最初の SS でスピン。シーケンシャルギアのためコース復帰に手間取るが、その後2カ所の SS でトップタイムをマークする力走を見せ、カンクネンを捉え5位で完走する。No, not really. I mean, we lost a lot of time in the first day with the puncture, so if you take that into consideration, we would have been, you know, quite a way in front at the end. But no, not really. The most important thing now is the championship, and to take point, 10 points seems very important for us to keep it up. 第12戦サンレモラリー、優勝はスバルのマクレン、2位はリアッティ、3位にマキネン、サインツは4位、6位カンクネン、7位にアギーニ、オリオールは8位に終わった。第12戦が終了してのマニファクチャラーポイントではスバルが依然トップ。ドライバーズポイントでは1位マキネンが次回オーストラリアでタイトルを獲得する可能性が出てきた。I'm not sure. I think it's quite possible, but still, I think it's going to be tight.